るけよ、いかなきゃ。おお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 隣の人がさ、はい、まあ一回単発だったんだけど、ええ、6回転後に当たった。うわすごい。マクロスだけはなんか隣の台応援できるな。キンキンキンじゃねえよ。すいません、京楽の方見てますか？ええ、あいつを首にしてください。30% 以上の現金を望みます。チケットボックス来てよ。50回レバーやるから。お願い。岡野さんの好きだね。うん。あ、チケットボックス来た。チケットボックス。50回やって。もうね、僕はやりません。あ、レバブル。あれ。うわ、レバブルだ。レバブルだ。レバブルさ。69.9%。おい、レバー50回やってよ。ここは皆さんお見せしましょう。本当？ええー。あ、戦火だよ、これ。何これ、初めて見た。あ、これか。いけ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 。バトランカー、さあ、白。バトラン、バトランカー24は50、24ね。これ 58% 止まりますよね。なかなか出ないよ。ランカー、バトランカー出ない、ランカ出ない、ランカ出ない。あれ、バトランカー見たいの、パトランカー。何回やってるか分かって。大丈夫、50回ぐらいやってます。大丈夫、もっとやって。もっともっとやって。もっとやんの。もうやめた方がいい。もうもうやめた方がいい。激アツだぞ。だって激アツだぞ。ええってことは、あ、激アツ。もう86回ぐらいある。86ぐらいありますよ、あれ。ただパトランカーが出ないのよ。なんで出ないの。ちょっと、もぐら赤だ、赤。もぐら、もうやんない方がいいって。当たんないもん。なんか外れる気しますよね、パトランカー。俺なんかこれ外れると思う。今までずっとそうじゃん。モグラ、なんかもうやめる。もうやめよう。なんか俺も嫌な、嫌だ。なんかこれで書き換える気がして。そうそう。翼をください。俺たちの翼の前だ。デブでも飛べるんだ。デブでも飛べる。体脂肪率 50% 超えてます。やった。いや、すごいよ、モグラ。すごいよ、モグラ。ありがとうございます。チャンピオン。やったー。なんでパトランカ出ないんだよ。なんで出ないの、パトランカが。絶対なんか当たんないと思っちゃったわ。OK。よし。文字とか。文字。文字。文字。で、チャンス行く？行くの？うわもう。ちょっと、もうやだ。もうやだ、やだ、やだ。行く？いや、無理。もう一回無理。もうやめた方がいいな。もう無理でしょ。行く？行く。嘘だ。これは2体目なの。これはやばい、僕ら。なんて台だ。なんてことだ。なんて台だ。なんて。嘘。どうなってんのこれ。やばいよ。今絶対ダメだと思ったもんな。いや、もう絶対単発だと思いました。これ皆さん、出は2回までだな。やっぱバトランカー。私はそうですね。ちょっと1回だけ出だけ試してください。1回やってみますかね、はい、手が出るかどうかだけ。そうですね。そしたら私はね、あ、ブレた。デバブル。69%。これもやりたい。でやりたい。私のライブ。いや、そう、でじゃないわ。デカルチャー出ないといけないの。あ、岡野さん来た。赤行くか。赤行きますね、多分これ。うわうわ、気持ちいい。え、またレバブル。え、あ、忘れてた。私レバーやんの。ああ、始まるか。1、2、
弱くない？
おお、テイクオフだ。あー、セリル。あ、シンデレラね。おお、シンデレラだ。さあ、50%。やばいやばい。ブラック一回見たいな。一回も見たことない。あー、おー、熱っ。78? 78%。やばいやばい。何、どっち選ぶの、どっち、保留変化と保留、あんた保留ですか。お、ってことは、あ、超時空チャンス、いや、あるあるですよね。お、赤赤だ、赤でチャンスやりたい。チャンスじゃないのよ、あれはカットイン金、またの前チャンスね。カットイン金、本当お願い。さあカットインは赤、まあまあまあ、緑じゃなかったから、お願い、あ、行け。うう、あ、嘘嘘嘘嘘、ああ、下ろしてくれ、下ろしてくれ。知らない種類の疲れがちょっと溺れたんじゃない僕ら、実践中。ああ、声飛んでる。ああ、3分間スピーチしなきゃいけない仕事なんだよ。え、あ、これ本当にやばい。何のスピーチするんですか、3分。3分間借金ってそんな悪いもんじゃないってこと言わなきゃいけないこれ蜂蜜のおかげで声出てるけど、知ってんだよ俺、明日朝起きたら声出ねえんだこれはぁ、ちょっと忘れてた。人力車からも目つけられて終わりだもんね。そうですよ、もう要事務所から目つけられて。あ、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 明日スピーチですかね、お母さん。3分間スピーチ。借金というのはやった方がいいのです。個人の考えでしかないですからねいい借金と悪い借金があるじゃないですか。そうそう、その話をしようと思ってんだ。なるほどね。した方がいいとまで言わないけど、その借金というだけで眉をしかめる人がいるでしょ。そうですね。でもそれは違うよっていう話を僕はしたいのよ。本当に優しい人から借りてて、無利息の500万と、闇金の50万だったら、闇金の50万とかやばいですもんね。いや、そうなのよね。まあしないに越したことはないけどね、間違いなく絶対貯金の方がそれはいいですよね。そうそう、こういうのもでも借金があるのに言ってても説得力ねえんだろうなえ、ないないない、赤い、あれ赤だ、赤赤だけどなんかすごいゆったり進んでますね。え、何これ、これは騎士、あ、先読み、あ、狂った、先読みだったんだ。レバブル 69.9、 はい、レバブル、あれやばいよ。さあ、そしてサイリウムですね。ある、35回転、やばい、なんこれ、やばい、え、なに、やばい、名言だ、名言おじさん登場。さあ、名言おじさん、はい、さあ、こいつが難敵なのよね、いつも。あ、いつもね、こいつが ね緑だしね、もし名言言わないのよ、この男が、ね、聞いたことあるもんね、あれ、これの男もとか。あー、ダメーダメー、ほら、あいつ待って、3点、そして歌姫のライブに備えよだ。あ、ブレッタ、え、あ、歌姫ライブってライブだ。あ、歌姫ライブね。あ、びっくりした。オッケーオッケー、あー、分かった、もう一発、そうだそうだ。あー、ダブル歌姫、あった、みんな待っててね、皆さんやってくれるから。あー、もう最後の最後よ、勝負どこ、本当に。さあ、レバーって、レバーあったら80杯を超えるよ。おお、嘘、こいつや、ありがとうございます。こいつやばいぞ、デブ界で一番やばい、デブカルチャーってことですか。ありがとうございます、デブカルチャー、デブカルチャー様で1回だけ、で1回だけ、でお願い、やります、やった、あー、出ないよ、あー、ありがとう、もうやめ、もうやめ、もうやめなって、あー、ここやる、あー
解するさ。で、ファンのみんな、ブラってる。うわーさ、嘘だー。おい、どういうことこれ。やばすぎるよ。5回引いてもいい体なのこれ。皆さん、5にしますよ、5。いけいけ、素晴らしい。いけるいける、いける。うわー、ありがとうございます。よっしゃ、でかっしゃー。もうやばい、もうやばいよ。めっちゃちょっと半分くらい入れてませんでした今。もうお母さんが限界です。皆さん、赤、ああ、じゃあ抱きしめて。大丈夫、大丈夫、大丈夫。あ、まだまだ行くわよ。止まらない、止まらないっすね、止まらない、止まらない。大丈夫、大丈夫。あ、今日最後になるかもしれない、これが。かわいい、はい、かわいいよ。何人いるのこれ。いや、やばい、一発目とか。あ、やばいやばい、これはやばい、これやばい、やばい、やばいやつだこれ。嘘だ、やばいやばい。あ、嘘、嘘だよ、モグラ2連、嘘だ、2連か、2連か。いや、止まるよな、これはもう。あ、2連だこれ。ユニコーンですか、ずっと。まだユニコーンやってます。え、プラスですか、プラスでしょ。なんだって。じゃあ今からまぐれますよ。諦めるな。いやいやいや、諦めるな。まぐれますって今から。こんなんで諦めたら見てる子供たちがそう思うだろう。諦めていいんだって、見てる子供たちが18歳になった時に真似しますよ。次の1回転で319引いて3000発引けばもうまくりですよ。わかるよ、その辛くなるときは声を出せ。声を出して乗り切るんだ、そういうときは。子供たち、子供たち、子供たち、諦めるな。最後の1回転までね、そう、諦めちゃダメ。本当に意外と簡単にね、人生って変わるんすよ。そうです、意外と簡単にね、人生って変わるんすよ。あ、チケットボックス、あれ、チケットボックスだ。さあ、中身なんでしょう。おお、あった、ある。あ、まあありますよ。ないことはないですよ。このまま行く。踊ってる、あ、踊ってる。25%ぐらい、25%、はい、これ行くでしょう。あー、行きました。あー、行った。これ最後のチャンスじゃない、多分時間的にも。私もゾーン抜けましたし。どうだ。あうん、さあ、ここ、ここなのよ、これね。最後これ、この下全然違うから、渡ったら。うわ、おじさんに挨拶して。あ、おじさんいた、いた、挨拶して。キモかった。キモくないよ。クズパッチエンディングでございます。いい。
岡野さん、なに中の人が入れ替わっちゃってるみたいですけど、今日は別人です、声が。しょうがないわ。しょうがないですね、うん、はい、まあ、まずじゃあまずは結果を見ていただきますか。いや、どうすんどうすん、はい、お願いします、ね、結果はこちらです。プラスで終わりましたか。2人で13時間打って、うん、まあ、プラスですよ。朝プラス1万5000発でしたけどね。まあそんなのはいいのよ、ね、ちょっと今日はね、すいません皆さん、勝ち負けの回じゃないですね。最近増えました ね、勝ち負けの回じゃない回が。そう、うん、もうね違うのよ。マクロスがね、本当にね、年越せるかっていうのは心配ですね。そうね、本当にそうだね。そうなんですよ。もしかしたらね、5号機や CR 機と一緒に撤去あるかもしれないです。いや、ちょっとね、あると思う、俺は。2022年の1月末、うん、やられる可能性がある。謎の撤去。謎の、なぜなんだっていうね。いや、マジであると思う、俺これ。まあでもこれ、今から9週連続マクロス界の今、3週目が終わったということで。前半でございます、皆さん。前半終了でございます。初めてじゃないですか、でもグズパチで3週連続同じ機種っていうのは。そうですね。チャンピオンの特権を使いまして。はい、一生に1回使えるお願いをですね、今日使わせていただきまして。これは出していただきました。ありがたいっすよ。ちょっとすごいっすね。これはちょっと皆さんもちょっと体験してほしいな。進めちゃっていいんですか。いやー、でもなー、これ怖いよ、これ。それなりの覚悟がね。そうですね。いりますからね。まあでも大丈夫ですか、ボーナスの時期ですしね。そうね。皆さんマクロスに。突き込みましょう、本当に。はい、さあ、そしてですね、うん、なんと朝言っていたあの競馬の G1 の件なんですけれども、お、はいはいはい、なんと12月26日の有馬記念に決定しました。嘘、はい、本当に本当ですよね。音が、蛍の光、あ、いいですね。久しぶりですね、蛍の光聞くの。終わりですか。これが切れたらエンディング終わりです。はい、これがなくなったら。いやー、楽しかったですね。いや、非常に楽しかったです、私は。はい、あ、違う、おい、声が切れたらエンディング終わりだって言ってるじゃないですか。なんでなんだ。我々今日、君たちはプラスです。君たちはプラスなんですよ。何と言ってんの。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。これがあれでしょ、放送されるのが、はい、11月の、はい、28、27ということでございました。そうだ、明日がね、ということはこれの次の日、そう、配信の次の日がいい庭の日。そんな日あるんですか、いい庭の日。まあまあ、わかんないですよ、わかんないですけど。あ、そうですか。いい庭の日ってね、なんかありそうですよね。ちょっとすごいな、それ、そしてその次の日はいい肉の日は、岡野の四十の誕生日です。我々ももし空いてたら、まあそうですね、行こうと思いますけど、はい、はい、ということで皆さん本当にありがとうございました、ありがとうございました、次回はマクロスでございます。ありがとうございました。とんでもない台だったですね。いやー、面白い。で、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 で